関東エリアは今日は気温が上がらず、東京では 14.7 度と上着が手放せない一日となりました。ただこの先は気温がぐんぐん上がりそうです。週末になると大陸から暖かい空気が流れ込みます。日曜日もこの暖かい空気が居座るため、気温は上昇する予想です。この先1週間の気温を見ますと、まずは熊谷、日曜日には30度と真夏日になる予想です。甲府も土曜日は30度、そして日曜日になると31度まで気温が上がる予想となっています。東京でも日中の気温が28度と気温がかなり上がります。まだ暑さに慣れていない時期ですから、熱中症には十分気をつけてください。そしてこの時期は朝晩との気温差が非常に大きいため、体調を崩さないように気をつけてください。